Alright, 今日はね、一番手っ取り早く自信がついちゃう方法を紹介します。やっぱりね、自信つけるってめっちゃ大切だよね。本当にやる気を出すっていうのも大切なんだけど、そもそもできないって思ってたらやる気も出ねえからな。自信を持っていると自分の考え方が変わるわけよ。で、考え方が変わると自分の発言も変わってくる。で、自分の行動も変わってくるんだよね。で、自分の行動が変わるとどうなる？目の前の世界が変わってくるんだよ。だから自信をつけるっていうのはめっちゃくちゃ大切なことなんだ。でな、自信をつける中のもう最初の3ステップっていうのがあるので、これを紹介させてください。 Alright, step 1、 自信がねえなって感じたら、まずとりあえず自信がついてるふりをするんですよ。これめっちゃ深くて大切なの。なぜかっていうのをもうちょっとしたら説明するんだけど、最初のステップは自信ついてるふりしちゃって、マジね、そうすると自信ついてるふりをすると、自信ついてる人の行動を始めるから、自信ついてる人の発言を言うから、出来事が必ず変わってきます。 Alright, step 2、 ね、自信をつけたいんだったら笑顔でいることなんだよ。マジ笑顔でいることって超大切なの。こうやって自信ついてるふりして笑顔でいるの、マジさ、人が、あ、この人自信あっていい感じじゃんって思ってくるわけよ。本当にこれ大切、ね、なぜ大切かっていうのはもうちょっと後で説明する。でもね、3つ目のステップも大切なの。この3つのステップはね、1回でうまくいかなくても大丈夫っていうことを頭の中で論理的に理解することなんだよね。例えばさ、ベースボールってあるやろ、ね、野球でピッチャーがパーってボールかかってくるわけよ、ね、そこで打つかって打たんといかんよな。シャー、外れだ、ストライク。どうなる？あなた野球のゲームから永遠にアウト？諦めるかい？諦めないやろ。ストライク3まで OK だぜ。で、またパーンとか球出てきてさ、な、パーンってやったら、ああ、今度ファール。うわ、ファール打っちゃった。諦めるかい？諦めないよな。今2ストライクだぜ。まだ打てるんだよ。パーンとピッチャー投げてさ、パーン、見事に空振りだ。諦めるかい？諦めないやろ。1アウトよ。で、ラウンド3アウトまでだからね。また自分のターンが出てくるんだよ。それでまた挑戦するやろ。だから諦めないでしょ。で、1回目の試合負けて諦めかって言って、諦めないよね。もう1回の試合に出るじゃん。そういうメンタリティーを持たないといけないんだよ。だから学校の丸罰感覚、このテストに合格しなかったらあなたダメです、なんかすっげえ恐ろしい地獄の受験みたいでさ、そんなのないのよ、人生にはな。だからこのベースボールプレイヤーのマインドを持っていく。だから最初はね、できるふりをする。この球には俺は絶対当てられずって言ってふりをするわけよ。で、2つ目は笑顔でいることなんだよ。笑顔でいることなので、3つ目はパーってストライクしても、いや、1回で当たるなんてそんな甘い話があったら嬉しいけどね、事実現実は何回も何回も挑戦していくもんなんだ。だからドンマイよ、よし大丈夫っていうメンタルを持つことなんだよね。でね、なぜこのね、自信を持てないときはとりあえず笑顔で自信を持ってるふりをしろ、これね、意外と深いんだよ。ちょっとね、この自信がつくメンタリティっていうのがあるのね。これを説明するとピーンってわかると思うの。 Alright, じゃあちょっとね、カットで今日はね、 iPad 用意したので iPad で説明していきます。 Alright, ちょっとこの中見ると、まあ4つの部分があるわけよ。今の自分っていうのがあって、これが自分の自信のレベルで、考え方っていうのがあって、行動っていうのがあって、結果っていうのがあるわけよな。例えばな、僕昔ね、 YouTube でカメラ向いて動画で話せないって思ってたの、マジで。も今だったら自信があるからポン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 できると思うんだけど、マジ10年前 YouTube 始めた時ね、いや、そんなの無理でしょって思ったわけよ。だからこの左下で今の自分、自信のレベルでは YouTube、 人の前で話すなんていうのはできないって思ってたの。 OK? で、この考え方を持っているとできないって思ってると、今度ね、どういうふうになれたっていうと、行動を取るわけよ。で、どういう行動を取るかっていうと、 YouTube を作らない、人の前で話さないっていう行動になるわけよね。無理でしょって考えてるから。
ね、で人の前では話さない。でこの行動を実は取ってない行動っていうのもアクションなんだよ、ね、だから人の前で話さないっていうのをやってるとどういうことになる。例えば人の前で話すチャンスが来ても話さないわけよ、ね、カメラの前で話そうっていう機会が来てもいや無理っすよ、誰も私の話なんて聞いてくれないし無理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 、ね、どういう結果になる。人の前で話さないっていう結果になるわけよ。でここが気をつけないといけないんだよ。でこれを自分が見ちゃってどうなるかっていうと、これやばいぜ、人の前で話さないが人の前で話せないに変わっちゃうわけよ。この微妙な違いがあるんだよね。でここで自信が入ってくるから、今の自分のレベルでは人の前で話せない。でこれがまた、ね、もっと無理でしょっていう考え方を励ましてくれる。もっとダメです、できませんっていう考えを強くするわけよ。でこの考えが強くなったらもっと人の前で話さないよ。で結果としてはマジ人の前で話すのが苦手ってなっちゃって、自分の自信は、いや人の前で、これネガティブの自信みたいなもんなんだよ、ね、実はできるんだけどもう本当に勘違いしてて、自分の結果、過去の結果見てるから、私は人の前では話せません、私はカメラの前では話せませんってなっちゃうわけよ。やばいやろ。じゃあここどうすればいいか。自信をつく最初のステップ覚えてる？ステップは自信がついてるふりをしような。ふりをするわけよ。だから今の自信で、いや YouTube できないよって思ってるわけでしょ、ね、YouTube なんてできませんってこう思ってるわけよ、ね、自信のレベルが低いから今の自信には無理です。 Alright、 ステップ1で自信がついてるふりをしろ。 OK、 ここの考え方でついてるふりするとできるとかなっちゃうわけよ。もういいんだよ、ついてるふりしてマジで。そうすると人の前で話したりするわけよ。カメラの前で話すとか、話すっていう行動を取るわけよ。そうなるとルール3覚えてる？バッターの法則な。1回目、1回人の前で話す、1回 YouTube カメラの前で話してうまくいかなかったらあなたはダメなんですか？ダメじゃないよ、それストライク1よ。まだストライク2つ残ってるし、アウトも3つあるし、でラウンドも何回も回るし、でまた別の試合もあるんだよ。だからこの行動を続けていくことができるわけよ。そうするとどうなるかっていうと、人の前で話せるっていう結果が必ず起こるのね。僕の場合だったら YouTube 下手くそだったぜ。もう最初 YouTube アップした時さ、俺の再生数さ6回とか7回だったんだよ、ね、4回は俺がリロードしてね、再生数が1から4になって、2回は俺のママで1回は俺の親父だったんだよ。再生数7回ついたぞ、うまくいってんじゃんとか言ってさ、見てる人2人だけ、本人と親みたいな感じだったんだけど、それが徐々うまくいったんだよね。なので結果が変わっていくわけよ、行動を取ると。でそもそもこの行動ができないって思ってると行動を取らないのよ。わかるかい？なのでマジね、一番手っ取り早く自信をつけたいんだったら、できるふりをするの。そうすると結果が変わってくるんだよ。で、この結果を自分が振り返ってみて、あれ、この間人の前で話せちゃうじゃん。3回話せたよ。6回話せたよ。2回はすっごいダメだったけど、その中の4回はうまくいってたよとか。そうすると自信がついてくるわけよ。で今度もっとでっかいところに挑戦していくわけよ。もっと前の人の前で話そうとか、もっと YouTube を真剣にやっていこうとか、そうやって自信がつくと自分のキャリア、自分の出会う人、仕事とか、本当に自分の人生が左右されていくんだよね。 Alright、 いやー、この話を聞いていいなーって思ってる人もいるけど、いやクリス、この話は危なすぎます。そんな勝手に自信をつくふりなんて、そんな危険なことを人に思わせないでくださいって言う人も絶対いると思うんだよな。俺さ、それよくわかるぜ、よくわかるぜ。でもな、自信をつけるっていうのは俺は本当に大切なことだと思うんだよね。で、あなたが人に自信をつけないで人を守りたいっていうのもわかるんだよ。でも僕は自信の判断を、愛がある結果なのか愛がない結果なのかっていうのを以前に考えてるんだよね。
まあ、どういうことかというと、まあ、本当に意味がない数学のテストとかでもいいんだけど、そもそもそのテストで100点満点を取ることっていうのは本当に愛があることなのかっていうことなんだよね。だから僕がフォーカスしているところはアウターの結果、なんか社会的に認められる結果っていうのは認められるから自信がつくっていう考えで、そもそもその選択が間違ってると思うの。僕はそんな社会的にこれをやってみんなで認められてるからじゃなくて、いや幸せになる自信なんだよね。どういうことかっていうと、今日幸せになれる自信はあるか、今日幸せになっていいか、人生を楽しんでいいか、愛を信じていいかとか、そういうもっとインナーの大切なところをまず最初にフォーカスするといいと思うのね。だからどういうことかっていうと、例えばさっき言った YouTube の話なんだけど、 YouTube で再生数を1000回とかチャンネル登録者100人とかそういうのを目指すっていうのは外の空っぽなんだよね、ある意味。でそれを目的にしない方がいい。そうじゃなくて、自信として僕が今伝えたいことは本当に人につながるのか、伝えることができるのか、僕の話で喜んでくれる人はいるのかとか、そういうインナーのもっと自分にとって大切なことなんだよ。でこの話を聞いても、いやクリスまだそれは危険だよって思う人には、ちょっとねこのリスクを3つに分けるっていう法則を紹介したいのね。どういうことかというと、自分のゴールを3つに分けるんだよ。やっぱりゴール、結果にたどり着くと自信はつくぜ。じゃあどうするっていうと、小のゴールと中のゴールと大のゴールって分けるわけよ、ね、もし自分が YouTube で動画を作るっていうのがうわーってなったら、それを大のゴールにしちゃっていいわけよ。じゃあ中のレベルで自信がつけるものはないか。ちょっと話ぶっ飛んでるように聞こえるんだけど、このね、外のなんかテストで100点満点にするとか、受験を受かるとか、それがまず大すぎる、危険すぎるって感じたら、もっとちっちゃいところから始めてもらいたいの。でそれが本当にいいのはね、挨拶いいと思うぜ。でもう自信ついてるふりして、相手が挨拶を答えてくれるって思う感じで挨拶行って、笑顔でいて、挨拶答えてくれなくても OK、 ワンストライク、まだ2つ残ってるからなみたいな感じでやるといいと思うんだよね。だからね、大切なことは今の自分の中身、今の自分の考え方を変えるだけで自分の行動が変わってくるわけよ。で行動が変わると、今までと違うアクションを取っているから結果が必ず変わってくるの、ね、だからまず結果を変えたいんだったら、どこを変える？ Your thinking、 Your thinking を変えるんだよ。考え方を変えるんだよ。だから一番手っ取り早いのは自信がついてるふりをするので、外の結果にあんまりコミットしなくていい、中のところにコミットしてフォーカスして、だから笑顔でいるっていうのが入ってくるわけよ。自信が持ってるっていうのは、もう幸せな人って自信持ってるんだよね。で幸せになっていいんだって、愛を信じていいんだ、良くなっていいんだっていう人は笑顔なんだよ。だから幸せになっていいんだって堂々と思って、うまくいくよって堂々と思って、堂々で笑顔にいることで、なんかちっちゃいこと大きいことが起こってもストライク1、ね、ひょっとしたらアウト1かもしれないし、それからまあこの試合はうまくいかなかっただけかもしれないけど、試合はまたあるんだよな。このマインドセットを持つことによって、マジ人生が変わっていくと思うぜ。で過去に自分の自信の中ですごいいい経験があったら、ぜひコメントでシェアしてくれれば、僕も読んで次のビデオで考えたいと思いますので、よろしくお願いします。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video. I love you guys. 毎週月曜日夜7時からビデオを発信しているので、ぜひチャンネル登録と LIKE ボタンを押していただければ幸いです。 Thank you so much. I love you guys.